パス森田キープ、シュートいった、セカンド右シュート、1対1キーパーと浮き球、マーテンス、今シーズンリーグ戦の初出場になります。アルファ山田豪輝のクロスだ、いや引き裂きます、you
それを今比較的こう縦に長いボールを、ね、入れてますんで、はい、さあここは左から入っていきます。森田キープシュートいった。ボンダのナイスセーブ。セカンドボールヘッド詰めていきました。早速ベルディ左のハーフレーンから攻めていきました、はい、少しこう相手が、ね、滑ったところもありましたけど、森田がいいところでボールを受けてで前を向いてシュートすると見せかけて少しフェイントですよね。ボールの中に持ち込んでからのシュート中央に入っていきます。折り返しましたが加藤蓮のボールはそのままキーパーの問題、まあ、その時のキープ力、ここ中に入れましたけど森田カット、そして左に加藤蓮が流れていく。その加藤蓮にボールが来た。加藤そのまま持ち運んでシュートブロック。森田が運んでいく。左に流れていきますが森田なおもキープ。そして一度下げて斉藤浩介中央をつないでいきます。奥を取っていくクロスシュートへ。染めの打てるか。もう一回セカンドボール斉藤が落として前には中山もいますが、さあここからドリブル開始グランダー通していきますが、さあここは抜けるカルリーノスチュリオ右足だブロック。セカンドボール鈴木唯人決めた。清水エスパルスが1点をリードしての折り返しということになります。それから平良、山越といったターゲット。平良が行く跳ね返していきます。セカンド右シュート左へ流れていきました。斉藤浩介狙ってました。ちょっと入ったかと思ったぐらいの軌道でしたけど一瞬時止まりました、はい、これクリアしたボールですよね。うまく、まあ、合わせてこれ横から、ね、蹴らなきゃいけないんで非常にやっぱりこうピンポイントで当たらないとあの軌道にならないんですよね。もう一度カレリースジュニオ、外には白崎も高い位置を取れるようになってきて、カレリオスジュニオ、北詰め落としてしカレリオス。いやでもここはマテウスナイスセーブでしたね。いやもちろんそうですね、はい、左から北島ドリブラーです。カレリオスジュニオがついていきますけれどもえぐってくる中を見る北島クロスが入るファーへ流れてヘッド落としたところセカンドボール津田島少し引っ掛けてしまいました。いや1対2の状況からね北島がうまく突破しましたよね、はい、岸本がボールキープ縦につけたワンタッチでつないでいきます。カレリオスジュニオ抜ける完全に抜け出した1対1キーパーと浮き玉マーテウス大きな仕事をしました。これワンツー抜け出したところですよね、はい、マテウスのビッグセーブ。もう上来るのある程度読んでたかもしれませんね、はい、アルハンが左のミッドフィルダーの位置で出場です。今シーズンリーグ戦の初出場になりますアルハン。セカンドボール拾えそう。さあここは拾って北島から右サイドを流していく山田豪輝のクロスだ。いや北島ヘディングで合わせていきました。森田が今右の内側のレーンで受けます。さあその森田から縦入ったワンタッチ右サイド上がってくるぞ折り返しマイナス、うん、高橋がクリアをしました。宮原がサイドバックの位置から高いオーバーラップを見せていきました。津田島から右サイドクロスはブロックディフレクションあったボール嫌な回転になっている鈴木の一人森田そしてえぐって山田豪輝中にいなかったセカンドボールバドあるぞ左足森田のシュートー最後は権田が大事にボールを抑えました。右サイド宮原は高い位置を取りに行くぞその宮原を使って近くに足を引きずりながらも津田島が上がっていくクロスが入る山田豪輝ダイビングヘッドのような形でしたが山田の良さも増えたし、はあ、ボールは清水ボールそしてここでタイムアップの笛わかんない。
にいる人間がちゃんと伝えてくれ。サポーターはこれから一緒に戦っていくから、今年絶対上がるからしっかり戦ってくれ。頑張れ、次こそ勝つぞー。